ちらはね、富士寿司さんですね。今日はこちらの富士寿司さんで美味しいお寿司を食べていきたいと思います。こちら、はい、静岡の味噌自慢でございます。差し入れいただいてよろしいですか。ちょっとこぼしてよろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、教えてます。あれが味噌自慢の味噌です。美味しそうですね。こちらです。こういう味噌ですね。これね、はい、ですね。今日はね、この北海、日向海にですね、12個入ってるんで、これと、あとはね、ちらし寿司がいっぱいあるんですけども、値段を聞いたらね、ウニアワビちらしがね、4800円から時価ってことだったんで、ちょっと時価は初めて頼むんで聞いてみたらね、5800円だったんでね、こちらにしました。ちょっと出てくるのが楽しみです。さあ、おばんざいがこんな感じですね。焼きウニとかもね、美味しそうですよね。あとはね、お好みのおにぎりが選べるんで、まあ、好きなの選んでいいんじゃないでしょうか。大田エビとかかなりいい感じですね。あとネギトロがなぜか1260円でね、感じでなかなか見たんです。そしてお飲み物がね、今日はいろいろある中で、ね、この磯島大吟醸ですね。これを頼んでいて、こういう大吟醸が来ました。という感じですね。まあ、ね、ボタンが来ました。大好きなエビが来ました。大エビ来ました。母さんはここです。はい、6貫目はホタルで取れたシャコでございます。シャコですね。シャコパンチはすごいですね。弾丸よりも強いって目が早いって。シャコパンチつぶがい、やっぱさすが貝ですね。カリと似てますね。まず食べていきたいと思います。いただきます。キンキの炙り、おー、塩かかってますか。そのまま、はい、塩かかってます。そのまま食べてもいいですね。醤油つけなくていいの。大トロ、中トロ来ました。大トロと中トロ、いいね、美味しそうやわ。ちょっとわさびが透けて見えるのでいい感じですね。ウニとイクラが来ました。見てこのイクラのキラキラ、ウニのキラキラ輝いてますね、今日はね。いいね、映えてる君。いいよ、イクラもいいよ。そしてこれが今日のウニとアワビの直の丼ですね。はい、鶏だらぶを出して、はい、鶏だらぶ、はい、こんにちは。アワビとあのわさび醤油、わさび醤油、はい、よほどわさび醤油食べていただきたいですね。わさびが大丈夫だ。美味しいかと思います。っていう感じで、わさびが大丈夫な人はわさび醤油で両方のね、味を飛んでください。すごいな、これ。いや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 。超新鮮だよ。美味しそうだね。いい感じです。おほほ、はい、ね、うん、いい感じですね。ちょっと準備ですけど、うん、こういう風にわさび醤油をかけていただいていきます。そうやね。はい、失礼します。
すごい。開けた瞬間に日本庭園を思い浮かべた。美味しそうね。これをいただいていきます。いい感じですね。透き通ってて美味しそう。動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。またね。